い、どうもプラでございます。今回はですね、まあご覧の通りにグレタマコラボの方が来ましたね。塩の方もグレタマになってね、襖開けると、そう、猫じゃないんです。まあそんな感じでですね、今回はですね、まあレアガチャの方を聞きたいと思うんですけれども、前回ですね、超滅都市の方で、ソーマニャンだっけ、そう、あれ出たら終わりっていうのをやったんですけれども、本日も同じようにやりたいと思います。で、一応そうですね、すべて性能を見たところ、まあパッとしないんですけど、いや、まあ使えるっちゃ使えるけど、ちょっと可愛さを求めるなら、やっぱグデタマプレートの方がいいかなと思って、まあグデタマプレートだったらすぐ出るかなって思うんで、今回はですね、グデタマプレートが出たら終了ということで、レアガチャの方を引いていきたいと思います。これでね、激レアとか超激レア出てきたら逆に面白いんだけど、まあそうそう出ないっていうのは承知の上なんでね、早速引いていきたいと思います。グレタマプレート出たら本当に終わりだからね。行くよ行くよ行くよ。さあ、何が出るかなー、ドーン、ははははは、全く関係ねえじゃねえか、おめえはよ。はい、じゃあ2回目の方を回していきたいと思います。行きましょう。じゃあもうコラボという概念がなくなったか、このガチャは。ちょっとどうした、待って、どうした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 、こんな激レア続きはいらんぜよ。いけ !3 回目あれ嘘、前回はどうしたんだろうね。そうそう出ないもんなんけいやっせ、あれ待って、ちょっと待って、終われねえじゃねえかよ、これグデグデうわー嘘、え待って、激レア3連続はなかなかすごくない、普通に考えて。嘘嘘、じゃあ次4回目いきます。ちょっと待って、え結構さすぐ出るかと思ってさ、投げてかかったらさ割と出ないこないんで、ね、ちょっと待って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 、マジか、嘘マジで、もう何回引いたか忘れちゃったよ。5回、次くで5回目か。5回目。ちょっと本当待って。嘘。こんな出ないもんだろう。嘘。マジか。うわ、待って。おかしい。この激レアどうした、マジで。待って。こういう時じゃないんだわ。次6回目です。ちょっと待って。待って。動揺が隠せない。ちょっと待って。本当に。うわ、待って。嘘マジで言ってる、待って、うもう、やったけど違うんだわ。次じゃあ7回目いきます。待って、本当にグデタマプレートが欲しいんだよ。あよし、あ違う、喜ぶところ違う、あロッカー欲しかったんだよ、普通にロッカー欲しかった。次8回目です。でもう待って、こんな出ないの、割りかしきつくね。おっしゃー出た、やっと出た、グデタマプレート、やっぱかわいいな、うわーこれだけでもういい、やしだわー、やったー、ありがとうございます。いやー、はい、ということでですね、本日はレアガチャのこちらですね、グデタマプレートの方が出たら終わりということで今回やったんですけれども、ちょっと前回と全く予想だにしないことがでちょっと起こりすぎてかなりびっくりしたんですけれども、まあ無事ね、こちらの方ゲットできました。まあ、回数的には確か8回かな、8回で出たんですけれども、そのうちに、まあ、なぜかで知らないですけど、あの激レアのグデグデプリン、言えなかった、グデグデプリンですね、こちらとグデネコマシンが出ました。嬉しいんだけどさ、まあ嬉しいわ、うん、嬉しいけど嬉しい。やったね、うん、まあでもいいんじゃないの、本来だったら多分これが出たらもうほとんどガチャ回さないつもりだったんで、まあ、これ出てくれたんでありがたいです。あ違うよ、メカコじゃないよ。はい、まあてことでですね、一応こちら、まあ、強いんだかっていうところなんですけども、浮いてる的に打たれ強いっていうのがね、かなりいいんじゃないかなって思うんで、今回ちょっと欲しかったっていうのもあるし、このビジュアルの可愛さでも欲しかったって思うんでね、早速レベルの方を上げたいと思います。じゃあせっかくね、
激レアとかあれが出たんで、ちょっと紹介か使ってみたりやろうかなって思います。せっかく出たんでね。まあ、てことで、とりあえず今回は、まあ、ガチャの方で終わりにしたいと思うんでね。こんな長くなるとは思ってなかったんで。はい。ちょっと、一旦終了にさせていただきたいと思います。てことで、本日の動画は以上になります。また次回多分すぐ上がると思うんで、よかったらお楽しみにしてください。てことで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。またねー。